はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年9月3日火曜日に収録しております。昨日9月2日月曜日、海の始まり9話、夏くんへの恋人へ、すごく悲しい、放送回放送されました。7月1日から放送されてますこの海の始まりですけども、私と同じようにきっと多くの方が単にこのテレビドラマを楽しみながら見ているっていう、なんかこうそんな感情を超えて、もうこのドラマの中になんか自分も入って、その登場人物になんかこう気持ちを投影させて、時には月岡夏くんの気持ちになって、時には弥生さんの気持ちになって、時には水木さんの気持ちになって、またこの私たち的には、南雲家、月岡家、ご両親の方が世代的にもなんかこう気持ちを投影しやすいというところがあると思いますので、南雲家の翔平さんや茜さん、月岡家の和也さんや由紀子さんに、なんかこうやったらどんな気持ちになるやろな、そんな風にしてこう気持ちを投影させて、このドラマの中に自分も生きてるような、そんな気持ちで、このドラマを見ておられる方も私と同じように少なくないのではないかなと思います。そんな私たちにとって昨夜の9話は、ここまでの放送回の中で一番悲しい回やったかなと思っております。今回の海ちゃんっていう存在と出会うまでは本当に仲良くて、月岡夏、そして百瀬弥生、人柄もいいし、お互いがお互いを思い合うような、素晴らしい、恋人、おそらくこのまま今回の流れがなかったら結婚っていう話が具体的に出てたと思いますし、また二人が結ばれ結婚されたなら、きっとまた幸せな家庭を、ほぼ間違いなく築いていかれるであろう二人であったのに、こういう昨夜の9話の終わりにある恋の終わり、愛の終わりを迎えてしまう放送回でした。昨夜の放送を見させていただきまして、今朝アップさせていただいた動画にも、ほっこりカフェファミリーのバーバラさんも、あまりに悲しくて、ここから先ちょっと見るのが辛くなったぐらいですというようなコメントをいただいてた方も何人もおられました。その気持ちもすごく理解できます。本当にまさかまさかの夏くんと弥生さんが別れてしまうという放送回で、そんな風にやっぱり本当に幸せになる道が目の前に開けてた二人が、こういう形でお互いに好き同士、ものすごくお互いに思い合ってある同士であるんやけども、もちろん夏くんは海ちゃんと生きていくっていう決断をしてます。そしてまたこの弥生さんも、なんかこう三人で生きていけるっていうことに、ある意味本当に無理ではなくて、なんか素直に幸せも感じておられたんやと思うんですけど、どこかにいつもそこにおられる水木さんっていう存在に、少しずつなんかこう心の中の苦しみを感じておられたことを、その自分でなんか正直になられて、それも水木さんが残されたメッセージ、夏くんの恋人を読まれることによって、その自分の気持ちに正直になって別れるという選択をされました。すごく本当に涙もされた方もたくさんおられると思いますし、辛い悲しい気持ちのまままだ今日も過ごしておられる方もおられると思います。そんな中で残すところ3話になりましたけども、ちょっと私は今までの気になるところも振り返らせていただきまして、ちょっと大胆に予想考察をさせていただきたいなと思っております。もうこれから見るのが辛くなったっていう方に、この動画が私の勝手な予想考察が、どれだけの慰めになるかどうかもわからないですし、もうこの私も大胆な考察がもちろん大きく外れていくという可能性もありますので、その時は私も大きく外してしまいました、申し訳ありませんでしたと素直に謝らせていただきたいなと思ってるんですけども、その大胆な考察というのは、私は月岡夏くんと百瀬弥生さんは
また新たにその一旦、まあ、復縁っていう言葉、元通りに戻る、もう一度お付き合いするっていう意味での復縁っていう言葉が、まあ、わかりやすいので、まあ、今回の動画にも、まあ、復縁っていうタイトルを付けさせていただこうと思うんですけども、今私が感じているのは、昨夜、月岡夏くんと百瀬弥生さんの恋、愛は、ひとまず完全に終わったと私は思っております。完全に終わったんですけども、もう一度シングルファーザーとして生きていこうとされる月岡夏くん、最初から出会った時が普通のシングルの青年ではなくて、もうその娘さんを一緒に生きていこうとされているシングルファーザーとしての月岡夏くんと、もう一度、まあ出会うというか、もちろん知ってる者同士ではあるんですけど、もう一度この人と1から0からお付き合いをしたい、この人と生きていきたいと思うっていう、今までの月岡夏とのお付き合いは終わってしまったんですけども、もう一度前提段階として、シングルファーザーとしての月岡夏くんと、また、一緒に生きていきたいというような気持ちに近づいていき、そして三人でのやっぱり未来に向かって生きていかれる姿が、私はこの海の始まりの最終のところでは描かれるのではないかなと思いますので、まあ、そこをなぜそういうふうに思うか、そういうふうに予測するか、考察するかっていうところを、ちょっと勇気を出して今日はお話しさせていただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では今回の海の始まりのまあテーマは、人はいつどのように父になり、人はいつどのように母になるのか、様々なこの親子の関係を通して描かれる、まあ愛の物語っていうテーマがありましたし、またこの家族における血のつながり、血がつながってる、血がつながってない、その血のつながりというものも、また一つこの大きなテーマではあると思います。で、まあ、月をかけで言いますと、そのお父さん、和也さんと、また、大和くんは、その、元々の親子ですし、また、このお母さん、ゆき子さんと、夏くんも親子です。で、どちらも離婚された後、再婚されるお互いのお子様を、まあ、いわゆるこの連れ子として、また再婚されているので、お父さんの和也さんと夏くんは血のつながりがないですし、またお母さんのゆき子さんと大和くんも血のつながりがありません。またこの兄の夏くんと弟の大和くんもこの血のつながりがないんですけども、それが血がつながってる、つながってないを超えて、一つここにすごく理想的な、その血のつながりを超えた、なんか家族がしっかりとこの海の始まりの中で、まあ、モデル家族のように一つ提示されてます。で、また、夏くんと海ちゃんはもちろん、血がつながっているんですけども、まあ、昨夜別れてしまわれた弥生さん、弥生さんと夏くん、海ちゃんと、まあ、三人でのまた生活を始めるとしたら、当然、弥生さんと海ちゃんは血がつながってません。ですので、ここで絶対にこの海の始まりでは、その血がつながっている者同士でうまくいくこともあるけども、血がつながってない者同士であっても、親子として本当に血がつながっているもの以上にうまくいくこともあるっていうことが、きっとこの描かれるのも大きなテーマではあると思いますし、また弥生さんで言うと、まだ声でしか、まだそのこのドラマの中に出てこられてないんですけども、弥生さんのお母さんは血がつながってる、あれは実の母やと思うんですけども、手術を受けようかどうかっていう、まあ、相談の電話にも突き放したような、私は無理よっていうふうに突き放した、あんな対応をされたお母様、まさにその血がつながってるのに本当に冷たい、ああいう母と娘の関係であると思うので、ここが一つ、その血がつながってるから本当の親子らしい親子
とは言えへん。また逆に血がつながってなくても、血がつながってる親子以上に本当のなんかお互いを思い合う、まさにこの心の絆がつながってるような関係の家族も実はあるんだということを描くのが、今回の海の始まりのまた一つ大きななんか目的テーマではないかなと私は感じております。ですので、その夏くんと海ちゃん、そしてそこに加わってくる弥生さん、弥生さんと海ちゃんが血がつながってない、ここを超えれるとかどうかっていうところがすごく大切なところだと思っております。で、まず昨夜は一旦この恋は愛はまあ終わってしまったんですけども、私は必ずもう一度、この二人、夏くんと、まあ、弥生さん、そして夏くんにはもうシングルファーザーとしての、まあ、月岡夏なので、もう海ちゃんとは切っては切れない関係での、まあ、その夏くんともう一度関係が始まっていくと、ちょっと私の中では、もう確信めいたものが、まあ、あるんですけども、まあ、その一つは、昨夜収録させていただきました動画でも少し触れさせていただきましたけど、その水木さんもその夏くんに同意書にサインをしていただきまして、その同意書を持ってクリニックに行って、まさにその手術を受けようとされてたその直前に読まれたクリニックにあったご意見ノートの中にある弥生さんの書き記されたメッセージを読まれて、あの段階でちょっともうちょっと考えますと、このまあ母子手帳の中身を見たら決断が揺らぐと思うんやけども、もう一度しっかりそちらの方も読んで後悔しないようにもう一度考えますとおっしゃられて、結果あの時にもう踏みとどまれたことによって、その後に海ちゃんを出産されることになるので、まさに弥生さんのメッセージを受けて、その水木さんは出産されるようになりました。そしてまた昨夜は夏くんの恋人へ、夏くんが海ちゃんの父親として生きていく決断をしたらこれを渡してという、茜さんに託しておられた水木さんから夏くんに向けてのお手紙の中に、もう一つ夏くんの恋人へっていう、まあ、お手紙が同封されていたので、まあ、すぐに夏くんは弥生さんの会社に立ち寄ってあのお手紙を渡されましたけども、その中に書いてあったまさにこの弥生さんが書き記されたメッセージの最後の文章と全く同じ文章があったのを、見て、そのまた弥生さんは弥生さんで自分の心に正直になって昨夜のまあ選択をされました。昨夜も少しちょっと紹介させていただいたんですけども、まずはクリニックで、水木さんが読まれた弥生さんがこのご意見ノートに書き記されたメッセージをちょっと紹介させていただきますと、2016年にこれは書き記されたんですけども、妊娠9週目で中絶しました。強い罪悪感に覆われています。彼がああしてくれたら、母がこう言ってくれたらと、罪悪感を他人のせいにしてしまい、そんな自分にまた落ち込みます。まるで自分が望んだように振る舞っていただけで、実際は他人に全てを委ねていました。人に与えられたものを欲しかったと思い込むのが、私は得意すぎました。後悔とは少し違う。でも同じ状況の人に同じ気持ちになってほしくありません。他人に優しくなりすぎず、物分かりのいい人間を演じず、ちょっとズルをしてでも自分で決めてください。どちらを選択しても、それはあなたの幸せのためです。あなたの幸せを願います。というメッセージを、おそらく手術を受けられた直後かなと思うんですけども、このメッセージをこのご意見ノートに書き記しておられます。そしてまた今度は水木さんが夏くんの恋人へと書かれたお手紙の最後のところにも全く同じ言葉で、他人に優しくなりすぎず、物分かりのいい人間を演じず、ちょっとズルをしてでも自分で決めてください。
どちらを選択してもそれはあなたの幸せのためです。ここまでは全く同じです。海と夏くんの幸せを願う同じぐらいあなたの幸せを願っていますとあります。ここを読まれている時の弥生さんの表情でえというようななんか表情をされているように、まあ、昨夜気づきましたので、全く同じ言葉なので、なんかまあ6年7年前のことやから、その完全にはちゃんともう記憶からかなり薄くなっておられると思うんですけども、あの時に自分が書き残したメッセージと同じメッセージだなとは、また弥生さんはすごくあの頭のいい聡明な女性であるので、このあたりをまあきっと多少はその記憶が薄れておられると思うんですけども、覚えておられると思います。ただまあまだこれがあの時に自分が書き記したこの文章と全く同じやとまではそこまで確信を得ておられないのではないかなと思うんですけども、あれというような表情をされてたと私は感じましたので、まずその残り3話どこかでそのまあ手術を受けてこのクリニックに行かれたところから、まあおそらくそれ以降その行かれてないと思うので、まあ6年7年の時を得て、まあなかなかこの行きづらい場所ではあるかなと思うんですけども、何かのきっかけがあって思い切ってあのクリニックに行かれて、自分が書き記したこのご意見ノートがどうなってるかっていうことを、まあ、受付の方、看護師さんに聞かれるのではないかなと思って、で、あの時に、それを読み終えた時に、その看護師さんが来られて、南雲さん、先に同意書をお預かりしますね。で、その時に、その母子手帳を持っておられるのを見て、その看護師さんが、ご自身のものですかと聞かれて、水木さんが、読んだら、下ろすの無理になる気がしてまだ中見てないんですけど、でも読んでそれで決めます、人のせいにしたくない、あんまりないんだけどな、人に影響されること、この人が来たら伝えてもらっていいですかって、この時水木さんはおっしゃってます。このメッセージを書いた方がまた来られたら伝えてもらっていいですか。で、ここでこの場面が終わってしまっているので、何を伝えてもらっていいですか、もしかしたらその時に何かまた書かれたものを託されたか、もしかしたらあのご意見ノートにそのまた自分のあの時の気持ち、このメッセージを読んだことによって今自分が気持ちがこういうふうに変わりましたというようなことをあのご意見ノートに書いておられるかわからないんですけど、ここでもあのこの人が来たら伝えてもらっていいですかと確かにおっしゃってるので、それがどういう形なのか、直接何かをもし来られたらこれを渡してもらえませんかとおっしゃったのか、そのご意見ノートに何かを書いておられて、これを読んでこういう気持ちになったということを伝えてほしいとおっしゃってたのかわからないんですけども、それを6年7年の時を得て弥生さんがまたクリニックに足を運ばれて、その事実を知られると私はちょっと予測しております。で、そこで知って、あの時に自分が書いたメッセージによって、まさに今、その手術を受けようとされてた水木さんが気持ちを思いとどまり、生まれたのが海ちゃんやということが、わかると、で、まあ、夏くんと、まあ、海ちゃんと、そしてそこに自分が一緒に生きていっていいんだっていうより、むしろそれは自分のやっぱり役割、使命なんやっていうことを二人を支えて生きていくことが、なんか自分の人生の役割みたいな風に感じられるのかなと、なんか私はちょっと昨日の放送回9話を見させていただいて、このクリニックで
その水木さんが弥生さんの書き残されたこのメッセージを読まれるのは6話やったんですけども、この6話のところとちょっと見返させていただいて、ちょっとその展開を予測させていただきました。そしてまたもう一つ、まあこれはもう私のなんか思い、私のまあ思いなんですけども、この時このメッセージを書き記された弥生さんは、まあおそらく人生の中でも最も悲しくて最も辛いと言ってもいいようなこの状況の中、心境でこのメッセージを書かれてます。もう本当に大きな大きな悲しみの中で、誰を恨んでも仕方がないんやけども、それをもう自分にフィードバックされて、なんか全部これは自分がなんかこう他人に期待しすぎてこういう風になってしまった、でこんな思いを、同じようななんか悩みを抱えておられる方にこんな思いをしてほしくないという思いで書かれてるんですけども、最後のところのメッセージで、このあなたの幸せを願いますと、本当にこんなに辛いお気持ちの中でもこのメッセージを読まれる方も知れない方の幸せを心から願って、ここで弥生さんは書いておれます。これはなかなかできないことやと私はまあ思ってて、で自分がすごく恵まれて幸せな時に、このあもう本当にありがたいな、こんな幸せでありがたいな、どうか皆さんももっと多くの方も幸せでありますようにっていうのは、幸せな時にまた多くの方の幸せをなんか心から願うことってそんなに難しくないと思うんですけども、そうじゃなくて、自分が辛い時、自分が苦しい時、自分が悲しい時に自分以外の方の幸せを願うのって、まあすごく難しいと思いますし、自分に照らし合わせても、その時はもうこの自分の悲しみから立ち直りたい、この自分の苦しみを誰か取り去ってほしい、もう自分のことばっかり考えると思いますし、そんな時に、人の幸せを考えられる方ってそんなにおられないと思うんですけども、弥生さんは人生の中で、まあ、きっと、まあ、最大の悲しみの中におられる中で、この時本当に最後にあなたの幸せを願いますと人の幸せを願っておられます。本当にこの苦しみの中で書かれた人の幸せを願う、そのメッセージを水木さんが受け取られて、その結果海ちゃんを生まれることになります。その海ちゃんが生まれて、海ちゃんがこの世にいることで、また夏くんとのまた人生が始まり、それによってその海ちゃんの存在があることによって、昨日の9話で終わったら、弥生さんがまた回り回って悲しみがやってきたことになるので、それは絶対に私はおかしいと思うし、そのまあドラマの中のストーリーのこととはいえ、これは私あってはいけないことやなと思ってて、逆に言うと、まあ昔からの日本のことわざで、人を呪わば、まあ穴二つって聞かれたことがあると思うんですけども、あの人が幸せになってて腹立つわって、どうか不幸せになりますようにっていう、このまあ呪い、恨みみたいなもの、人を呪うと本当にその呪いは、の相手の方に伝わってて、相手の方もなんか人生がおかしく、その思いが伝わってなるかもしれないけども、人を呪わば穴二つ、もう一つの穴は、そんな呪いをかけた人もそこの穴に入らなきゃいけないということで、そういう人の不幸を願ったり、人のなんかこう、もうあの幸せをなんか妬むような気持ちを発した人も不幸せになるという、もう昔からの言い伝えで、それはまさに本当のことやと思うので、それで言うと本当に苦しみの中から人の幸せを願われたメッセージが回り回って、弥生さんを不幸せにしてしまって終わったんでは、これはもうこの世の法則として絶対に私は間違ってると思いますので、そういった意味では一旦その夏くん、なんかもうちょっと抜けてるようやけども、すごく誠実で、そして優しくて、そういうところになんかこう好意を持たれてお付き合いされるようになった、また好青年の月岡夏くんとの恋
愛は一旦は終わってしまったんやけども、もう一度シングルファーザーとして生きていこうとされる月岡夏という青年と、もう一度恋が私は何らかの形で始まり、そして最後は3人でいろんな方のもちろん助けを得ながら生きていかれるのではないかなと、私は、昨日の9話を何回も見させていただきまして、そしてまた6話のところで、またこのクリニックで、水木さんがこの弥生さんのメッセージを読まれ、そしてまたこの人が来たら伝えてください、何を伝えてお願いされたんやろな、そのあたり思いながら、きっとまた何らかの理由で、弥生さんはそのクリニックに足を運ばれて、水木さんが伝えてくださいとおっしゃってたことから、その自分が書いたメッセージによって海ちゃんがこの世に生まれてこれたということを知られることによって、もう一度シングルファーザーとしての夏くんと生きていかれる、そういうまた道が開けていく、そういう気持ちになられるのではないかなと、ちょっと、思いました。これは私のもう勝手な、まあ、予測、勝手な考察ですので、もう全く大きく外れたら、もうちんぷんかんぷんなとんちんかんな考察をして申し訳ありませんでしたと、12話が終わった後に謝らせていただきたいなと思っております。昨日のあまりに大きな悲しい放送回を見られて、もうちょっと見るのが辛くなった、もう見るのをやめようかなと思っておられる方に、もしかしたら一縷の望みを、お伝えできるなんか動画になるのかな、そんな思いを込めて今日はお話しさせていただきました。まあ復縁というタイトルをつけさせていただこうと思うんですけども、本当は復縁ではなくて、もう一度新しくまたこの関係を始めていかれる、新しいお付き合いがここから始まっていく、そういう意味でのまた二人がお付き合い、これから一緒に三人で生きていかれる未来が必ず私には見えてる、そんな気持ちがさせていただきましたので、ちょっと勇気を持ってお伝えさせていただきました。またコメントで皆さんのまだ忌憚のないご意見感想をお聞かせいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。よかった君と出会えたから、生まれてきてよかった君と出会えたから。